おもちゃですけど、まあしょうがないですね。使う場合にはもう FBA を入れるしかないです。これは今年の9月17日までに、すでに販売を終えていて、である一定の数量とかですね、配送基準とかキャンセル率とかをクリアしないともうブロックされちゃってるんで、これはもう、対策なしです。もし売れるっていう見込みの強いおもちゃをもしご存知ならですね、それを FBA で送るというしかないですね。で、また来年になれば、復活しますし、もともとおもちゃっていうのは価格差は、あるのはたくさんありますけど、ライバルも多いんで、やっぱ目利きが強くないと苦手っていうか儲けにくい分野なんですね。まあ、他の分野に注力して、でライバル少ないので儲かる商品を見つける良いチャンスだということでプラスに捉えて、別なものを、出品していただければよろしいんじゃないのかなと思います。